この番組制作費ないの、はい、なんでなんで、この間も150回で150円やし、これ年内最後の放送らしいよ。そうなんですよ、実を言うとね、はい、もうクリスマスも終わってね、まあ、来年もね、この番組あるし、はい、引き続き愛される番組作りをしていきたいんで。そうですね、来年これやろうというようなね、はい、そんな話題をね、うんうん、進めてみてはどうかと。部長、議長、いつから議長になったんですか。お父さんの席に座って、お父さん、いかがでしょうか、議長。はい、では突然ですが、パチプレ企画会議を始めますよ。じゃあ来年に向けて、2013年、お何がしたいか。はいはい、ほんよ、お、はいはい、結婚したいです。もうそれ毎年じゃないですか、ずっと言ってて、するんですか本当に。そうね、せんさんね、たくさんの、 あの大分の方に出演していただきましたけど、ね、ファンの方に、はい、来年ちょっと、ね、実際にこう私生徒ね、うん、ちょっと真剣にお見合いしてみたいとか、真剣におデートしてみたい、やっぱそこに行くんですね。なんかそういう一般女性もしいらっしゃったら、いらっしゃったらですね、本当じゃん、応募してみてはいかがでしょうか。でも面白いかも ね、 ね、決してそんな、いいそんな真剣じゃなくてもいいんです、面白半分でもいいんです。この人真剣ですから、ね、僕は真剣ですけど、面白半分でいいんです。自分でしたいがためにでしょ。でもそういうのいいんじゃない、そういう、でもいいと思う、恋愛をね、恋愛成就させる、しかも番組に残るから、そういうのもお手伝いして思い出になるし、もういい、いいじゃないですか、ね、だからそういう方もバンバンあの番組参加していただいて、あの人のアイディアが炸裂、続きは番組後半で。ミナスギャラリー別府店の元川と申します。よろしくお願いします。お願いします。あれ、ケースも新しくなったけど。はい、元川さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なるほど。腹のケースはどうですか、お好きですか。もう大好きです。本当ですか。いや違うんですよ、ね、さっきお話しさせていただいたときに岡田君吹いたで今どうしたの。あんまり刑事のこと詳しくないって言ってたんですよ。そう、しかもなんか勉強もしてないって、何も見てきてないって。じゃあ好きだから勉強する必要ないですよね。今からですね、もう愛が詰まってますよね。詰まってますよね、はい、もうなんかどっかから溢れてるんじゃないですか愛が。はい、今回もあの兄弟子対もすごいことになってますよね。すごいね、うん、もうあの中東派で、ね、もう楽しんでらっしゃる方もね、もうテレビの前にはたくさんいらっしゃると思います。まず徹底解剖してまいりましょう。はい、はい、それではみんなで楽しんでいきましょう。スタート。はい、実践の舞台となるのはヴィーナスギャラリー別府。パチスロ、秘宝殿などの話題機種や寝台、人気台などを数多く揃えているホールですよ。そして今回使用するのはこちら CR 花のケージ缶。シリーズ5作目にして初の電サポ中の右打ちを採用し、より速い出玉感を堪能できますよ。新演出も見どころ満載です。それでは行くぞ、スタート。さあ始まりましたよ、徹底解剖。非常に賑わっている台ですが、当たらなければ徹底解剖とは言えませんからね。しっかり当ててくださいよ。やっぱほら、徹底解剖当たり引かないと。やっぱり誰が一番最初に当てると思います。はいはい、元川さん、あの一番に当たりつくのは元川さんだというあの岡田君の予想です。頑張ります。しかし元川さんの前に琉球モードやね、琉球モード途中。今作から新しく加わった琉球モード、ステージアップすればするほどチャンスですよ。琉球モードもね、あの状態がアップしていけば期待が持てますんで、各辺の期待も持てますんでね。まだまだ第一ステージ、さあどこまでいける。おお、お赤いよ。おー、
興奮したわ今。刑事 VS カルロスバトルリーチに発展。琉球モードの中でも最も高い信頼度を誇るリーチですよ。さあどうなる。俺たちの国が世界の王になることと世界一の女を手に入れることは同じ価値なのだ。いいな、ますます会ってみたくなった。貴様も戦人か。うん、やはりまだ貴様に理想を渡すわけにはいかん。いやストーリーには感動しましたけど、ハズレなんかい。やはり刑事といったところでしょうか。大当たりするまでの道のりは少し厳しそうですね。大変やで。その頃ミナになんと電撃刑事予告が発生。ボタンプッシュで連続するほどチャンスですよ。なんだっけ、新しく入ったやつ。なに3回目。電撃刑事です。もう赤まで行ったよ。結構いいんじゃない。今回から敵で登場してるんですよ。この時期すごい手が揺れた。やりました。新アイスも、ね、見せることができたんだよ。かった。新たなボーナス、あの上乗せ新感覚の殲滅ボーナス、あれ見たいな俺。見たいな。それ来ないかな。見たいな。そんなことを言ってるそばからチャンスがやってきましたよ。また見ればいいの。ここから期待と思ったのですが、殲滅ボーナスすぐ終わっちゃいました。上乗せ全くしなかったです。あ、まだ、あ、やばい。さっき開いたばっかだ。お願い。ここで、うわー、びっくりしたー。司令塔が出てくれなかった。今愛の時代じゃないですよ。なんですよ。ミナ以外の活躍も期待。花の刑事官徹底解剖ですが、現在大当たりしてるのはミナだけですね。あ、レインボー。面白いな。ミナちゃん、自分ばっか楽しんで。いや、ついてくればいい話ですよ。元川さんが一番に当たり引けんかったからって罰ゲームさせんでもええやな。ミホにチャンス到来。いけるか。お供をして斬撃を繰り出せ。あ、
してミラも。いやー、爪が張っちゃいました。最高です。そういえば岡田さんも活躍してませんね。さっきから口もぐもぐしてるんです。何これ、何ですかこれ。アップルパンじゃなくてアップルパン、リンゴが入ってるんですよ。めっちゃ美味しそう。みんなギャラリーベップ店で食べれない、食べれない。個人のもの、個人。ホールスタッフさんはやりたい放題ですね。さあここでミホに。次これ、あれあれこれこれ、なんか強そう。いきなりすごい、こっちもこっちもいい感じ、びっくりしました。あ、でも結構今連続で当たってますよ。さあということで徹底解剖の方が終了しました。もうめちゃくちゃ楽しかった。男らしさ満載の台でしたけど、なんか男性が全然活躍全くですよ。いや、岡田くん楽しかったですよね。はい、楽しかったですよ。むしろあの両サイドであの立ち方楽しそうにしてるから、もう元川さんこんなことになってるから愛が足りなかった。いやいやいや、いつの間にか一人罰ゲーム決行されてる。怖いわ。もうあのカルロス・ビーシなんか俺の中ではあれ信頼度 1000% ぐらいあったよ。え、レア外れたんですか。うん、外れた。だから何怖い。蝶柄とか、もうおなじみになってるキセルも私見れなかったんですよ。そうか。そこをね、ちょっと次回は。そうやな。はい、打った時は。じゃあ次回はね、ぜひホールで。ホールで。お楽しみください。はい。というところで。そうですね、皆さんもぜひね、みなすギャラリー別府で体感していただきたいと思います。はい、お知らせの方は8号コーナーはね、こちらは花の刑事カンが人気機種になっておりますが、2階の秘宝でこちらのコーナーも人気機種になっております。ではこちらの魅力をどうぞ。先週もお届けした秘宝殿の魅力、今回は ART 中の魅力をご紹介しますよ。そうではなかったですね。秘宝らしいただきました。ありがとうございます。おーすごい、40ゲームプラス、はい、アルファということで、はい、今回なんと、はい、はい、そうなんですよ、純増 2.8 番。そうなんですよ、40ゲームしかないけどザクザクいくよ。いっちゃってください。ここでガッツンガッツン乗せていきます。はい、私いけー。お、スイカか。お、ドタンク3名引いちゃったよ。大チャンス。はい、ありがとうございます。ポイフラポイフラ。さあ今回1位ボーナスになっておりますんで、ナビ30、40、60目指していくよ。はい。おお、誰を狙え。ダブル揃い、ダブル揃い来て。シングル揃いでございました。出たよ。でかいぜ、出る。でかすぎて埋もれちゃってる。継続ありました。秘宝でこちらのホールの方で、みなすギャラリー別府のホールの方で楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで皆様ぜひみなすギャラリー別府にお越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。今年の番組放送も今回がラストということで、来年2013年にやりたいことを企画会議していますよ。議長、はい、おあります。何、いや、ちょっと前から思ってたんですけど、大分で可愛い女の子はたくさんいるじゃないですか。だから私、やるさじゃないですけど、女の子軍団を作りたいなと。で、その集まった女の子で、それが出る。違う、美穂軍団みたいな感じに作りたいんですけど、そこで、まあ、女の子だからなんか
デザート、スイーツの話したり、メイクの話したり、ファッションの話したり、あとパチンコの話したり、もういろいろなんかこう盛り上がろうかなと。それ、うん、俺のお見合いとあんま変わらない。まあでも楽しいんじゃないかなと。いいかもね。女の子に向けて、そうそうそう、最近の流行りのものとかね、そうそうそう、いろいろあるからこう話したりとかして。うん、議長どうですか？地球は自分中心に回っとらん。なんかバツマークついてるし。いやいやいや、集まった中でこうコンテストとかを行って、なんていうんだろう、ミスパチプレとかね、そういうのこうでも楽しいと思うし。それはお前が審査員に添えますよ。そしたらもし気に入ったら、せいさんもそこでデートしたらいいと思います。いや、それあれやろ。そこにもうたどり着けるの。そう、いろんな可能性がね。いや、もう審査させていただきますよ。やっぱり大分の地域の皆さんと一緒にこうね、番組を楽しんでいけたらいいなみたいな感じですよね。そうやな、ですよね。そうやな。よし、じゃあそんなのバンバンやろ。やっていこう。もうガンガン、もうむしろもう皆さんから提案いただいて、はい、こういうのをやりたい、あとは、うん、うちらこういうことやりますんで、うん、ぜひ取材にお邪魔に、はい、来てくださいとかね、はい、こういったのもバンバン、はい、何でもね、何でもやりますから、はい、3人で、はい、皆さんの幸せ手伝いますから、はい、ぜひね、ご応募ね、そうです、そうです、していただきたいと思います。はい、はい、ぜひね、来年も、はい、パチンコプレイヤー TV をいただきます、はい、よろしくお願いします。そして来週、そうね、そうですよ、忘れちゃいけません。あ、何やねん。1月の3日放送なんですよ。1月3日、はい、次週。あれ3日って木曜じゃない？そうなんですよ、木曜深夜、はい、うーん、なってるんで1個ずれるんやな。ずれます。なるほど、間違わないように、はい、ないように、はい、というわけで2013年もパチンコプレイヤー TV 大分、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。